夜プレイです。あら、あ、来た来た、あゆみちゃん、あゆみちゃんちょっと目見せてみ、心配してはった人おったで、あゆみちゃん、まあ、目の玉がね、この子はあの色がちょっとちゃうんですよね。まあ、前にも先生にもね見てもらった時言ってたんやけどね。あ、来た、あ、遅いやお前、クロちゃんにゃんって言うてくれてへんで、クロちゃん。お腹たっぽいの、お前。クロちゃん。よしよし、それや、それ。それがなかったらあかんねん。遅いわ。じーっと見てたくせに。え、クロちゃん。な、よしよし。クロちゃん。かわいいな。お前やって一緒に寝れそうやな。なあ、あ、マーヤちゃん来た。マーヤちゃん。よしよし。まやちゃん、なあ、匂ってるね、シャシャ、なあ、かわいいな、お前ら。ちょっとあゆみちゃん見せてみ、目どれ、ちょっと見せてみ、分かれへん、ここじゃ分かれへん。あゆみちゃん、ちょっと目見せてみ、あゆみちゃんって目ね、昔に何かあったみたいな。まあ、いつやったかな。今度の火曜日やったかな。行くんで病院。ね、先生に聞いてもらいます。な、あゆみちゃんの目、もう一回な。ドラちゃん、今日はウォーキングは？ウォーキングすんの？後ですんの？な、ドラちゃん、この点が可愛いな。足の点が。まあ、ね、あんまりしんどいなぁ思って帰ってきたら、ね、猫ちゃん癒されんね。まあ、先には癒されんけどね、掃除ね、ヘルプさんしてくださってんけど、やっぱり帰ってからね、もう一回やっぱりうんことか、やっぱり時間的にしてるんで、それ取ったりしてたらなかなかね、しんどいけど、まあそれで終わってドンとここで夜プレを取るときに、まあ、こなして、あら、何ちゅう感じの、癒されたら、癒されてますね、本さんも。寄ってきてくれてね。なあ、サイちゃん。サイちゃんも偉だったんだな、みんなもほんまにこうなったわ。なあ、あゆみちゃんどうなん、目、別にこれで見てる限りは普通やね。この前なんかやら白か、なんかおかしいように見えたけど、ここで見る限りは別に普通やね。はい。まあ、トトちゃんのこともなんか書いてたね。トトちゃんもまた見ますね。なかなか見られるんでね、トトちゃん。まあ、光の加減とかと思うけどね、おそらく、ね、電気つけてやってるから、撮ってるから、特に。はい。はい、ニック。お肉ちゃん。お肉ちゃん、ちょっと出てもすぐ出る、入るけど、あ、お肉ちゃん、お肉ちゃん、お肉ちゃん、出るんか、ね、なかなか出ないけどね、お肉ちゃん、はい、おいで、出えのか、出えのか、出るんか、出るんやったら出えや。おニックちゃん、ニックもなかなかね、出たら出たらで、ボス的な存在になろうとするから悪いんよね、喧嘩をふっかけていくから。まあほんまにね、1匹2匹で買うのが一番いいんちゃうかな、結構ね、ストレスもならんし。はい、キキちゃん、キキちゃん、一旦ゲージ入るのかな、お前らもな、キキちゃんもな、痩せてはせんからね、たまにこっち来てるけど。お、ブルーちゃんに、黒猫かっこええね、やっぱり。これ黒猫ばっかりだすごいかっこやろうねと思うね。ポンさんだけかな、黒猫だけの部屋で作りたいな思うのは。すごくかっこいいんちゃうかな。
ねえ、あら、ずっこけてたで。ブルーちゃん、ずっこけてたな、お前今。この子はない子はな、お前何本、ずっとお前、長い付き合いやないかい。なあ。はい、みこちゃん。はい、みこちゃんに。ね。はい。リングちゃん。まあ、ちょっと隣で怖い顔して見てんのが。ちゃん、レオちゃん。レオちゃん。レオちゃん。よいしょ、むぎちゃん合格。レオちゃん。ちょっと添い寝させて。ちょっと添い寝。あいた。なんで怒んの？レオちゃん、なんで怒んの？レオちゃん、もう一回。レオちゃん。レオちゃん。怒ってんの？まあ、ほな怒りな。な。むぎちゃん出て行ってもうた。行った。ほんまに。はい、むぎちゃん。むぎちゃん、こっちおいで。むぎちゃん。こっちおいで。まあ、運動もええけど、むぎちゃん。ねえ。レオちゃん、ね、外高いだろ。さあ。麦ちゃんが入ったと。あんなの入ってた。はい、ベリーちゃん。ベリーちゃん、お外好きやな。なあ、そらお前今までな、くっさいところの部屋に、ね、悪臭で、ほんまにすごい部屋でおったんやからな。外は気持ちいいやろ。空気おいしいし。なあ。なあ。お外好きやな。なベリーちゃん、よしよし、ちょっとええわな。はい、ちょっと、はい、モカちゃんとエルサちゃん、エルサちゃん、エルサちゃん、モカちゃん、笑いやん、ちょっと。あ、トラちゃんウォーキング始まった。ドラちゃんのウォーキング、ドラちゃんウォーキング、ドラちゃんウォーキングしてんの、ね、よくしてるね、ドラちゃん。よう考えたこれ、ドラちゃん、あの顔、なんか檻の中のライオンみたいな、ライオンそんな用してんで、なあ、わかる、ドラちゃん。また行った。あ、中入ってきた。短いあるような大きいかったな。はいはい、ごめんごめん。ごめんちゃい。あ、またこれも届いてるやん。なあ、もうちょっとちゃんとしたの作らなあかんな。なあ、はい。ちょっと止めとくな。はい、セブン、ここもまた落ちてる。屋根作ってもらわなあかんな、早くとな。なあ。もうちょい待っときや。さあ、こっちないとったやろと思ったけど、いてるかな。はい。チャコちゃんと、チャコちゃんと、誰や、シナモンちゃん。ミーちゃんが正面に出ます。ね。あら、ドラちゃんまた動き始めた。ドラコちゃん。ドラコちゃん。今日は幻想的な空間しとこうか。綺麗に。
このスイッチを押したらなるんですよ。じゃん、ほらピカーン、綺麗やろな、綺麗よね、充電器 100%。綺麗な、まあ、下の灯籠もついてるというね、綺麗な、電気切っても綺麗でな。ちょっと電気切ってみよう、省エネ、ね、こんだけ綺麗、また電気のね、ちょっとした空間が違うとな。これもタイマーで多分できてたと思うけどね、タイマー式で、タイマー式やったんちゃうかな。2時間あれ切るやん、あれ切られへんねん、これは切られへんねん、下がタイマーかな、あ、灯籠だけやな、これ2時間ね、綺麗な、全然ちゃうやろ、綺麗な空間やな、いい感じ。ね、和モダンも多分ついてると思うんやけど、ね、ちょっと見に行こう。まあ、たまにはちょっとね、変わった動画も。ついてるついてる。ついてるんですよ、灯籠が。ね、綺麗な。見てるか、あ、このペン、あ、見えんかったな、見えるかな、ちょっと赤いような、わからんね、何だろうな、海の中が赤いような、赤ないような、赤いように見えるな、黒いんちゃうか、黄で黒く見えんね、ね、はい、こんな感じで綺麗です、ね、電気切ったらあそこもつくという、下の灯籠もつくんですよ、玄関の、ね、いい感じやな、ね、はい、じゃあ、はい、みちゃん何見てんの、ね、こんな感じでもうこんでて12分、早いね、はい、エルサさんも帰ってきた、あ、みんな勢ぞろいやん、かわいいな、勢ぞろい。ねえ。レオちゃんだけどそんな言うてんの、お前。なんでそんなにポンさんのことが嫌な、お前。なあ、いつもいつも。なんで、レオちゃん。何が嫌なん、ポンさんの。どこが嫌なん。なあ。何が嫌なん。教えて。誰か、猫と喋れる人来てください。なんで怒るの、お前。そこ怒るとこちゃうやろ。来てください言うてんやで。な。わかった?ね。今日は怒ってる、レオちゃんでした。レオちゃん、なんで怒ってんの?な。よいしょよいしょ。もう怒らんでて。猫と喋れる人連れてきたらわかるやろ、お前の。何が怒ってるか、ポンさんは聞きたいんよ。ね、ほんまに来てほしいね。猫と喋れる人。ね。誰かいませんか、募集中です、はい、以上です、今日もこんなにたくさんのプレゼントいただきました、明日誕生日やったからかな、ね、誰が誰がくれてるかわからん、 LINE でね、いろいろね、入れてくださっていくと誰が誰かわからんから、ちょっとね、まあこんな感じでね、キャネット2つとね、シミ、馬くんかな、ね、これが6個に子猫用のね、ワンいただきありがとうございましたね、ほんま、感謝感謝です。猫ちゃんたち喜ぶと思います。ありがとうございます。さよなら三角、また来て四角、ご機嫌五角でまた明日。チャンネル登録よろしくやで。